松浦大吾さん、元毎日新聞政治部編集員の平林武雄さんを解説員に、ナビゲーター私藤崎あかりが築地 AI スタジオから生放送でお届けしております。ジャニーズ記者会見、記者質問に論争ということで、かなり荒れていましたね。平林さん、どうご覧になりましたか？そうですね、この会見というのは先月1回目で、今回2回目ってことですよね。で、1回目の会見を受けてですね、相当ジャニーズ側はですね、もう防御的になってるなって感じがしますよね。最初の先月の1回目というのは、これ時間無制限でやったんですよね。とにかく聞きたい記者には全員質問させるっていうね、そういうその姿勢でやったんですけども、まあいろいろ1回目を受けてですね、批判が出たんでね、ジャニーズの名前をね残すとかね、そういうことに関してもですね、あるいは東山さんが社長になるっていうねことに関してもですね、いろいろ批判が出たんでですね、まあそういうのを受けてですね、今回非常にジャニーズ側としてはね、防御的な記者会見をしてきたなって感じですよね。で、まず時間を無制限ではなくしたっていうね。まあ、しかし、関心が本当に今高まってますのでね、記者会見場には300人ぐらい来たっていうね。もう、新聞、テレビ、雑誌、フリーの記者、外国のメディアですね。まあ、こうなってくるとですね、これ混乱するのは当たり前でね。で、司会者がですね、質問者、手を挙げた質問者を指名してですね、で、まあ、一人、質問は一問にしてくれっていうね、こういう、まあ、制限をかけるとですね、当然、僕も新聞記者30年以上やってましたんでね、制限をかければかけるほど反発するっていうのは、これ、新聞記者の、これ、習い性ですからね。で、じゃあ一体、じゃあどういう方法があるのかっていうね、で、まあ、とりわけ、あれでしょ、もう顔がですね、割れている。まあ、記者は当てたくないっていうね、記者を当てなかったっていうことでね。で、今回その記者は、もう、当てられてもいないのにですね、マイクも来ないのに、自分からどんどんね、質問をね、したっていうね。それで、まあ、会見場がですね、すごい、こう、まあ、怒号もですね、飛び交うようなことになったっていうね。僕も、中継は、見てなかったんですけどもね、後からいろいろネット等々でですね、見てですね、まあなるほど、これじゃあ混乱するなというふうに思いましたよね。で、まあじゃあどんなね、やり方があるのかっていうね。まあ一つはですね、例えば司会者が当てるという方式ではなくてですね、記者全員になんか番号をね、配ってですね、でもランダムにですね、じゃあ今度は13番の方とかね、次はじゃあ50何番の方とかですね、ランダムに、で、誰が質問するか、ジャニーズ側もね、わからない、ね。ランダムに、質問をね、させるというね、まあ、こういう方法は一つ公平性ということでは担保されると思うんですよね。質問をね、受けたくない、記者に対してはですね、当てないっていうね、こういう、まあ、一つの、まあ、ジャニーズ側のですね、選別っていうのは、まあ、なくなるのではないかと思いますけども、まあ、そういう方法が一つとですね。松浦さん、こちらどうご覧になりましたでしょうか？はい。私はちょっと違う感触を持っていまして、ジャニーズ事務所が一番最初の会見でやはり下手を打ちましたよね。東山さんがですね、法を超えて対処していくっていうことを言いました。しかしながら我が国は法治国家ですので、東山さんが言わなければならなかったのは、法に則って厳正に対処していくということだったのではないでしょうか。法を超えて、法は関係ないっていうことを言えば、今回の記者会見のように集団リンチになることは目に見えてるわけですよ。そして被害者ももう山のように出てくるわけですね。わさ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 。そして今後何千万何億と請求されることはもう分かりきってますよね。で、そうならないために、やはりちゃんと何が本当に起きて何が起こってないことなのかっていうことを整理していかなければいけない。それは我が国は法治国家ですから法律にのっとってそれをやるべきだったというふうに思います。で、漫画家の小林義則さんがですね、言っていることが今私一番真っ当ではないかというふうに思っています。小林義則さんは何を言ってるかっていうと、リーガルマインドを持った記者がいなかったのではないかっていうことを言ってるんですね。ジャニー喜多川氏は、
まあ、一度も刑事裁判にはかけられてないわけですよ。で、刑事裁判と民事裁判は違うっていうことを言ってるわけですね。で、ジャニー喜多川さんがもし罪に問われるとするならば、準強制わいせつ罪であろうと。だけど、これはジャニー氏が死ぬ2年前まで申告罪であってね、被告の、被害者の告訴がなければ、検察官が起訴することはできなかったわけですよね。そして、ジャニーさんが生きている間、告訴をした被告は、被害者は一人もいなかったと。で、一件の告訴もなく、刑事事件として起訴すらされていなかったものを、ヒトラーと並び称して犯罪者って呼ぶのかっていうことですよね。それは少なくとも法治国家においてはできないっていうことを、まあ、小林義則さんは淡々と語っていらっしゃると。で、ちょっと今ね、ヒートアップしているので、頭を冷やした方がいいと思いますね、私は。自民党高市氏総裁選立候補に意欲ということで、こちら平林さん、お願いします。うん。高市さん当然そうおっしゃるでしょうね。しかしまあ、高市さんがですね、前回総裁選に出た時とですね、全く状況が変わってましてですね、あの時は安倍晋三さんが高市さんの後ろ盾になってですね、でまあ、安倍派っていうのは自民党の中の最大派閥ですよね。当時も100人近い議員がいたっていうね。で、そういう人たちが、安倍さんの支持のもとですね、高市さんを推したというね、そういうことがあってですね、まあ、基礎票があってですね、それで高市さんは国会議員票をですね、伸ばすことができて、まあ、国会議員票ではですね、岸田さんに次ぐ票をですね、獲得できたっていうね。しかし、じゃあ、今はどうか。松浦さんは同じ日本維新の会ということで、こちらどうご覧になりましたか？そうですね。まあ、維新の公式見解としては、ロシア、ウクライナ紛争はロシアが悪いと。武力による現状変更は、まあ、何があってもそれは認めることはできない。だから、その、宗男先生は、今、ロシアに行くのではなくて、あなたの出番は紛争が終わった後でしょと。その時に、あなたの人脈を最大限利用して、ウクライナを、こう、回復するために、力尽くしてくださいよっていうことだったんです。ですが、まあ、その鈴木宗男先生は、日本維新の会の国会議員であると同時に、新党第一の代表でもあるんですね。で、北海道というのは、まあ、ご承知の通り、海峡を挟んで、ロシアがすぐ近くにあって、まあ、いつ何時、ウクライナのような状況になるかわからないという緊張関係の中にあります。そうした地政学的な、やはり、立ち位置というのが、宗男先生の中には、ご自身の中には終わりになるんだろうというふうに思うんですね。やっぱり、北海道を背負ってる、北海道を守らなければいけない、何としてもっていう、その、まあ、気持ちがほとばしってしまったのかな、という気はしますけれども。マイナポイント、これ、申請した人の中で8割ですか？の人がしたということですけども、マイナカードそのものはですね、日本の人口に占める保有者数っていうのは 72% ぐらいなんですね。ですから、まあ、3割近い方がですね、まだマイナカードそのものを持ってないっていうね、まあ、僕もそのうちの一人ですけどもね。だからまあね、これある意味でね、これはその政府に対する信頼の問題でもあると思うんですよ。まあ、そうですね、政府っていうか国家に対するね、信頼のね、話だと思うんですよ。お互いがお互いを思いやって、そしてなんていうんですかね、譲歩しなければならない問題なんですね。トランスジェンダー側だけに立った議論が今横行しているので。さあ、皆様ありがとうございました。以上、今日のオップエイトでした。